皆さんこんにちは、それでは今回なんですけども、キャッシュレススマホ決済を一時に使う統一派のメリットやデメリットを解説ということで、前回はスマホ決済の使い分け派についての動画を出しましたが、今回はその逆ですね。スマホ決済を一社に絞って使い続ける統一派のメリットやデメリットについてです。まあ言葉が見つからなかったので、勝手に僕が統一派と呼んでいます。まだ前回の動画を見てない方がいらっしゃいましたら、下にリンクを貼っておきます。 それでは早速お伝えしていこうと思うんですが、最初は統一派のデメリットからですね。まず最初は高い還元率を受けにくい場合もあるということですね。やっぱりちょっとこれが先に来るのかなと思います。まあ10、10%から20%の還元というのが開催されるのも、ぶっちゃけ今だけという可能性も高いんですが、やっぱりこう、使う決済方法を絞ってしまうと、やっぱりこう、還元率がある一定のラインのままの状態ですよね。 まあ、例えば、いくつかの決済方法を例に出すと、ペイペイの場合は街角ペイペイ a y の10%還元があったりとか、まあ、それ以外にもペイペイの場合はネットショッピングに力を入れているので、ペイペイモールの20%還元、そしてペイペイフリマの20%還元とかもあるので、ペイペイだけに特化していれば、ある程度はちょっと高い還元を受けることができます。けど、楽天ペイの場合は、期間中ずっと5%還元というキャンペーンが開催されているので、他のペイサービスと比較すると若干還元率は劣るのかなと思います。まあ、楽天ペイの場合は、 まこの5%以外にも、ダブルでポイントがもらえたりするお店もあるので、またそこがいいのかなと思います。次二つ目は、使う場所が限られるということですね。スマホ決済を一つに絞っていたら、誰しも感じることかなと思います。まあ、使い始めた頃に比べれば、決済方法も、場所もかなり増えてはきました。しかし、ここでは l i n e p y が使えない、楽天 p イが使えない、オリガン p イがとか、やっぱ色々と出てきますよね。 これは僕の勝手なイメージですが、やっぱりスマホ決済の中では PayPay ペペが使える場所が一番多いのかなというふうに思っています。ちなみにちょっと下にも出てるんですけども、僕が住んでる福岡県の福岡市では、LINE 定の使える場所っていうのが結構広がってきてますね。普通にお店とか以外でも区役所とか、粗大ゴミの回収とか、あと最近だと地下鉄など、まあ住んでる場所や地域によって、どの決済方法が自分に適してるか、まあそういったのを探るのも結構面白いのかなと思います。 それではデメリットに関しては以上で次は一つに絞って統一して使い続けるメリットですね。メリット一つ目を迷わず使えるということですね。これはどういうことかというとスマホ決済は今の時点でもまあ数十社以上あるのでこのお店でこれで決済してこのお店ではこれで決済してという悩む時間というのを省くことができます。まあスマホ決済に限らずまあ僕の動画ではペイペイだけに絞っているとかまあ電子マネーとかだとスイカあとは楽天のエディなどいろんな方がいらっしゃいます。なので たくさんある中でもいろんなスマホ決済を使ってみて、どれが自分が住んでる場所や利用するお店で適しているかを、まあ、見つけるのもいいと思います。まあ、ちなみに僕はもしスマホ決済を一番におすすめするとするなら、まあ、最初の場合はやっぱりペイペイですね。理由としたら、まあ、先ほどもちょっと関連するんですけども、やっぱり利用する店舗が多いので、スマホ決済になれるにはやっぱり一番いいのかなと個人的には思っています。 次二つ目のメリットは、ポイントを一点集中できるということですね。これはやはり一つに絞って使ってる大きなメリットの一つかなと思います。例えばペ、PayPay イペイで言うとペ、PayPay イペイのキャンペーンでもらった PayPay ペイペイボーナス、あとは楽天ペイだったら楽天ポイント、D 払いだったらドコモの D ポイントという感じに、これらのどれかに絞って利用してると、それだけがとにかく溜まっていくので、ポイントを貯めるのも結構楽しくなってくると思います。ちょっとなんかゲームっぽくなってくるんですよね。しかも、もらったポイントなどに関しては様々な利用方法があるので、 そこがやっぱりまた魅力的かなと思いますす次に3つ目は期限の執行を防ぐこことととがでできるいいうことですねいや、これは経験された方いらっしゃいますかねまあ、僕も以前やらかしてしまったことがありまして、まあ、随分前なんですけども、まあ、ちょっとペイ関連のちょっと前ぐらいなんですが、楽天とかの場合だと期間限定ポイントってありますよね。あれを見事に期間を過ぎてしまって執行したことがあるんですよ。最近はま、あポイントとかに敏感になってるので、今のところは僕自身はないんですが、ま、いろいろ と使い分けてるので気をつけたいところではありますなのでま一つに絞って使ってる方はその使ってる決済方法のポイントだけを意識すればいいのでそれはそれでちょっと気楽に使えるのかなと思います最後4つ目は管理がしやすいということですねまあ、結局のところトータルしてこれかなと思います決済手段を一つに絞ってるとまあ、そのポイントが増えることも使って減ることもあとはその履歴さえも簡単に追うことができるのでやっぱりここも魅力的かなと思います まあそんなこんなで今回はスマホ決済を一途に使う統一派のデメリットやメリットについてお伝えをさせていただきました。ほとんど前回使い分け派の動画の逆のことでしたけども、まあまとめながら思ったんですが、やはりまあそれぞれの良さっていうのはありますね。どっちがいいとか悪いとかいうわけでもないですが、やっぱりご自身が使いやすい方法で決済するのが一番です。 あと前回の動画でもコメント欄でも様々な意見があったり、家計簿アプリだったらまあ財務であったりとかマネーツリーだったりと参考になるコメントもありましたので、まあぜひですね、使い分け派についての動画のリンクも下の概要欄に貼っておきますので、ぜひそちらもチェックしてみてください。ということで本日の動画は以上です。ご視聴どうもありがとうございました。